ホセベルナベレースは、ドミニカ共和国サンティアゴ州、ビランゴンザレス出身の元プロ野球選手。ウトウリョーダ。愛称は、ラメラアサ。レースは1983年6月11日、ドミニカ共和国のサンティアゴ州、ビラゴンザレスで生まれた。10歳の頃野球を始めたが、家が貧しかったためクラブには、牛乳パック、ボールには、柑橘類を使っていた。 この時からポジションは遊撃手だった。ロベルト・アロマーに憧れ野球に打ち込んでいたレースだったが進学したリセオイデリアレース高等学校には野球部がなかったため別のチームでプレーしていた。1999年8月16日にニューヨーク・メッツと契約してプロ入り。2000年は参加のアパラチアンリーグのルーキー級キングスポート・メッツでプロデビュー。直後に 右打者から両、内へ転向した。この年は49試合に出場して打率、258打点、10盗塁を記録した。2001年は A 級、キャピタルシティボンバーズでプレーし、108試合に出場して、打率、307、5本塁打、48打点、30盗塁を記録した。2002年は A 級セントルーシーメッツと AA 級、 ビンガムトンメッツでプレーオールスターフューチャーズゲームに選出され、MVP を獲得した。AA 級、ビンガムトンでは65試合に出場して打率。287、日本類が24打点、17盗塁を記録した。オフに USA トゥデ y の USA トゥデイマイナーリーグ年関西優秀選手賞に選出されている。 2003年はトリプル A 級ノーフォークタイズで開幕を迎えた。トリプル A 級ノーフォークでは盗塁数1位を記録し、6月10日にメッツとメジャー契約を結んだ。同日のテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビュー。この日は20歳の誕生日の前日だったため、メッツでは1984年のドワイト・グッデン以来19年ぶり9人目の10代でメジャーデビューとなった。 8月31日に左足首を捻挫し、9月5日に15日間の故障者リスト入りした。9月12日に60日間の故障者リストへ移動し、そのままシーズンを終えた。この年は69試合に出場して打率、307、5本類打、32打点、13盗塁を記録した。2004年は前年オフに、西武ライオンズから松井和夫が加入したため、 レイエスは二類種へ転向。地元ニューヨークでは、レイエスの二類コンバートに反対する声が根強かった。それでも、レイエス本人は、チームはメジャー最高の二遊間を作ろうとしている。僕には、それがよく分かったんだと言い,い、日本でのプレイ経験があるホセパーラから、リートル松井は、素晴らしい選手だよと聞いたこともあって、二類への転向二つ、返事で承諾した。 3月4日にメッツと1年契約に合意。開幕直前の4月3日にハムストリングの故障で15日間の故障者リスト入りし、6月9日に60日間の故障者リストへ移動の後、19日に復帰した。復帰後は44試合に出場していたが、8月13日に左肥骨の疲労骨折で15日間の故障者リスト入りした。 9月24日に復帰。この年は53試合の出場にとどまり、日本類打14打点19投塁、打率255だった。同年は二塁手として43試合に出場したほか、遊撃手としても10試合に出場したが、守備率957とリーグ平均の973を下回った。翌年以降は遊撃手に復帰した。 2014年終了時点で、遊撃以外のポジションを守ったのはこの年のみである。2005年3月2日にメッツと1年契約に合意。同年は遊撃手代打として161試合に出場し、打率273ながらいずれもリーグ最多となる60、盗塁17三塁打を記録。2006年5月2006年は、 開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。3月2日にメッツと1年契約に合意。シーズンではスプリングトレーニングではリッキー・ヘンダーソンから指導を受けた。これまではボール級でも構わず振り自分の好きなタイミングで盗塁のスタートを切っていたレースに対しヘンダーソンは ツーストライク後の投球へのアプローチへの仕方と、投手の癖を見抜いて、スタートを切ることをアドバイスした。前半戦86試合で8本塁打41、打点39盗塁、打率、300と成績を残し、オールスターにも初選出されたが、7月7日のフロリダ・マーリンズ戦で左手小指を7針縫う怪我を、したため自体、7月18日に復帰した。 8月3日にメッツと総額2325万ドルの4年契約を結んだ。この年は153試合に出場し、打率300.19本類が81打点と打撃3部門すべてにおいて自己最高を記録。死球53と前年より倍近く増やし、課題だった出塁率も354と向上した。 さらに2年連続で60盗塁を超え盗塁王を獲得、三塁打も2年連続17本でリーグ1位となった。2007年はシーズン前に MVP 候補に挙げられた。高い期待に応えるように、レースはオールスターまでに46盗塁、出塁率387を記録していた。しかし後半戦に入ると成績は急降下。チームも 地区2位のフィラデルフィアフィリーズに残り17試合で7ゲーム差をつけて首位にいたのに最終戦で順位を逆転されてポストシーズン進出を逃した。シーズン78盗塁で3年連続の盗塁王を獲得したにもかかわらずメッツ転落の最大の先犯として名前が挙げられた。レースが後半戦に不審に陥った理由として2006年春にはレースを成長させた。 ヘンダーソンの存在が指摘されている。オールスター後にメッツのコーチに就任したヘンダーソンだが試合前にトランプをする姿が若いレーエスに悪影響を与えたとみられ、実際にヘンダーソンがコーチ就任して以降のレーエスの打率は247と低迷している。その他シーズンを通して多く盗塁したことで九月に労が、押し寄せたことが不審につながった。 という指摘もある。2008年は4年連続での投類王を逃したが、シーズントータルで56盗塁を記録し、9月10日には、ムーキー・ウィルソンの通算盗塁球団記録281を更新。19三塁だと、自己最高の数字を記録。前年より、打率、出塁率が上昇し、リーグ最多の204の安打を記録。しかし、9月の月間打率。 243、出塁率。314は、レースの出塁が、鍵と言われるチームにとっては十分な成績とは言えず、2年連続で、惨敗の先犯の一人となった。2009年は、開幕前の3月に開催された第2回、WBC のドミニカ共和国代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。シーズンでは、故障の影響で、 5年ぶりに出場時合数が150を下回った。また、出場時合数が減少した影響で、打数、得点、安打、二類打、三類打、本類打、盗塁などの各部門で自己最小の数字に終わった。それでも、盗塁数は11盗塁であり、メジャーデビュー以来7年連続で2桁盗塁を記録した。2010年5月25日の フィラデルフィアフィリーズ戦で、ジェイミー・モイヤーからメジャー通算千本安打を達成。オールスターに選出されたが故障のため辞退した。オフの11月3日に、メッツが1100万ドルの球団オプションを行使した。2011年9月1日、2011年6月28日に、メジャー通算千試合出場を達成。この試合で、通算360個目の盗塁を記録したが、 これはこの時点でメジャー歴代100位に入った投塁であった。この年もオールスターにファン投票で選出されたが、再び故障のため出場できなかった。このシーズン、打率337を記録し、ミルウォーキーブルワーズのライアン・ブラウンを抑えてなリーグ首位打者となった。これはメッツ創設以来50シーズン目にして、球団史上初の首位打者であった。また、 このシーズンにおいてレースは126試合にしか出場しておらず、2002年のマニーラミレスが120試合出場で首位打者となって、以後、最小出場試合数の首位打者であった。オフの10月30日に FA となった。2012年9月23日2011年12月5日にマイアミマーリンズと総額1億600万ドルの6年契約を結んだ。 二千十二年は百六十試合に出場して打率。二百八十七十一本塁打五十七打点、四十盗塁を記録した。二千十三年七月十四日二千十二年十一月十九日に、ユネル・エスコバー、アデーニー・エチェバリア、ヘンダーソン・アルバレス、ジェフ・マシス、ジャスティン・ニコリーのアンソニー・デスクラファニー、ジェイク・マリス・ニックとのトレードで、ジョシュ・ジョンソン、マーク・バーリー、 ジョンバック、エミリオ・ボニファシオと共に、トロントブルージェイズへ移籍した。2013年は、開幕前の3月に開催された第3回、WBC のドミニカ共和国代表に選出され、3大会連続3度目の選出を果たした。同大会では、チームの初優勝に貢献。自身も遊撃手部門で、ベストナインを獲得した。シーズン序盤の4月12日の、 カンザスシティロイヤルズ戦で二等を試み、スライディングをした際に、左足首を負傷、故障者リスト入りとなった。これに伴い、レースの代役として、川崎宗則がメジャーに昇格した。その後リハビリを経て6月23日に、故障者リストから外れた。この年は故障の影響もあって93試合の出場にとどまり、打率296、10本類だ。 37打点、15盗塁だった。2014年は、遊撃手のレギュラーとして143試合に出場。いずれも2年ぶりとなる140試合以上の出場と、規定打席到達、50打点以上、30盗塁以上を記録した。盗塁成功率93.8%は30盗塁以上を記録した選手の中では両リーグで1位だった。 2015年8月10日、2015年7月28日に、トロイ・トロイツキー、ラトロイ・ホーキンスとのトレードで、ミゲル・カストロ、ジェフ・ホフマン、ヘス・スティノコと共に、コロラド・ロッキーズへ移籍した。2016年2月23日に、MLB はレースに対して、2015年10月に、ハワイでドメスティック・バイオレンスの容疑で拘束、起訴された件について、 その裁判が終結するまでの間野球活動を停止するように命じた。6月15日にリーフとなり10日以内の措置として23日に自由契約となった。2016年6月25日にフルスのメッツとマイナー契約を結んだ。a ーブルックリンサイクロンズと a a q ビンガムトンでの調整を経て7月5日にメジャー契約を結んで アクティブロースター入りした。復帰後は主に三塁種のレギュラーで起用され、60試合に出場して打率、267,8本塁打、24打点、9盗塁を記録した。2017年は開幕前の2月8日に第4回 WBC のドミニカ共和国代表に選出され、4大会連続4度目の選出を果たした。シーズンでは5月21日の ロサンゼルス・エンゼルス戦でアレックス・メイヤーから通算2000本安打を記録した。7月24日のパドレス戦で史上39人目の通算500盗塁を達成した。オフの11月2日に FA となったが2018年1月26日に1年200万ドルでメッツと再契約した。2018年4月4日に妻とアメリカ合衆国に帰化している。 シーズンでは110試合に出場して打率、189、4本塁打、16打点、5盗塁を記録した。オフの10月29日に FA となった。現役時代から細々と伝播歌手として活動し、レコード会社も持っていた。FA になって以降、歌手として本格的に活動しており、2018年11月12日にビバモカーロをリリース。 レースを崇拝するニューヨークメッツのアーメッド・ロザリオや信仰のあるニューヨークヤンキースのエドウィン・エンカーナシオンが翌年自身の登場曲として使用した。2019年3月22日にリリコ・エンラ・カーザと共にゴム・ヘレスをリリース。ロナルド・アクーニャ・ジュニアが自身の登場曲として使用した。2020年7月29日に現役引退を表明した。 ありがとうございます。